い、どうも赤星です。どうももう返せません赤崎です。フリスキアンカヤです。はい、よろしくお願いします。はい、今回こちらです。なんと飯田橋大将軒、大将軒、あの中華そばのお店でございますが、どういうことなのか、はい、飯田橋駅から徒歩5分でございますが、うん、いくつかある大将軒流れの中でもね、こちらは東池袋系の味を継いだ大将軒なんですよね、うん、はあ、いくつかあるんですよ。他にも中野大将軒、まあ、中野大将軒の大元なんだけどね、はい、でこちら左大将軒で、こちら何だと思います？看板ちょっと見えてますけど、うん、青葉なんですよ。あ、はいはい、大将軒と青葉並んでるんですよ。すごいね。この辺りの人たち羨ましい。で今回は小豚全部マシマシにして、うん、小豚は豚1枚で麺250、うん、豚麺にすると320、大豚は500ということで、うん、実際俺は豚麺にしたかったんだけど、ちょっと間違っちゃって今回は小豚になっちゃった、ね、はい、でもね結構多かったですよ。まずは野菜から見ていきますが、なんとこの時点でもうオリジナリティ、人参が入ってるんですよ、人参が入ってる、彩りもちょっとね綺麗になるんですよね。超シャキッと野菜で美味しい、っていう感じですね、はい、そしてね、豚なんだけども、うん、ここがちょっと大将軒っぽい、ええ、盛りそばにもね、よく合う、これ好きな人は分かると思うけど、引き締まった伝統豚、伝統豚です、これ大将軒、大体この引き締まり豚が入ってるから、で、まあ麺持ち上げていくんですが、うん、これね、いやこれ、大将軒知ってる？いや結構、あんま言ってない何回か言った程度、この麺じゃないんですわ、大将軒ってもっとツルツルの丸太麺なんですよ、はいはい、なので、まあ、二郎系のために作ってる麺だと思われるんだけど、はい、そう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 、まあ、非常に熱々でね、うん、もうすくってる時に湯気で目曇っちゃって、もう眼鏡が、うん、見えてねえよ、見えてねえから、もう本当に、でスープがね超非乳化系で、まあ、はい、熱々ということで、はい、この前のも熱々でしたが、はい、この昆布魚豚などで出汁を取る大将軒の中華そばとは全然違う、はい、テイストなんですよね。なるほど、おまけで作ってるわけではないという、なるほど、こだわりの感じられる一杯でございますが、はい、ニンニクなんですよね、多いな、とにかく、すごい、まだ行くぞ、まだ行くぞ、多いな、これは本当にわーとびっくりしちゃったね。戻すの？これはいやいや、一回戻して、やっぱりどれぐらい入ってたかを見ていき、ニンニクシャワーの後に、お口食べるぞー、辛い、まあだろうね、辛い、これ店出た後までもうピリピリきてました。じゃずっと辛いじゃん、ずっと辛い、ずっと辛い、もう山椒のようなもう辛さ、ピリリとね、で、まあ、豚をね、今ひとかじりしまして、1枚しか入ってないんだけども、見てください、もう一個入ってんのかと思ったら、これなんと油なんですよ。うわーすごい、油っすよ、このデカさの油、アフリカ大陸だと思う形似てたけど、とろけるねえ。で、それを追うかのように後から緑黄色野菜をどん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 食べていくんですねまるで白米のように油と合わせて、ね、食感がうまい。ちっちゃい、そう、SB の粗挽き胡椒 15g、 15g、 15g というところまでが正式名称、家庭でもよく見るやそうね、うん、奥の方にちょっと置いてあるよ ね、うん、ね、で、こちらの特徴ですが、まあ、食べ進めていきますけど、ワイルドな胡椒の風味が特徴的な SB の胡椒でございます。あ、胡椒の、胡椒の情報をありがとうございます、いかないとね、うん、で、後半戦でも湯気がこう立ち込めるぐらい熱いんで、はい、まあ、猫舌の人きついかもしれないけども、熱々が好きな人、そしてこれからまあ寒くなってきますよね、はい、いやー、あったかいもん食べたいわって、多分ここ行けばもう全身ポカポカよ、うん、そりゃもう、あ、そして大きなあれゴッさんですなのかと思いきや、フェイントをかけてゆっくりごっつぁんです。いやいや、テンションの差がすごい俺だった。編集じゃなかったら分かんないし、ね、自分でやってるしね、自分でやってるしね、これね、小豚全部マシマシということで、ニンニクを90で 89.75、 もうちょっとで90でした、ね、これから豚前って豚麺選択してたらもう90超えですね。なるほど、飯田橋大将軒でございますけれども、はい、ここで豆情報を入れますと、豆情報、なんと大将軒の中に大将軒をやめてコーヒー屋になっちゃったコーヒー大将軒っていうのがあるらしいです。え、これ本当に、え、これできたらコーヒー大将軒行ってみようかな。行きましょう。そう、何があるのか、大将軒の名前残すんだ、うん、残す、確かに、そう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 、かなりもう二郎からは外れるけど、まあまあ面白そう、ちょっと気になったんで、機会あったら行ってみたいと思います。はい、以上飯田橋大将軒でございました。ごっつぁん太郎おです。